こんにちは、吉田さん。まさにね、今ね、金がなければその格差の上流に上る糸口すらつかめない時代だと思います。でもちょっと前はね、お金とかね、そういうものではなくて競争してたんですよ。それは何かっていうと、腕力とか暴力ですよね。私、カンフーをやってる関係でですね、中国映画をよく見るんですけども、同時に歴史をよく学ぶんですよ。新しい王朝ができたら、また別の勢力がね、北の方からやってきたり、南の方からやってきたり、もしくは内乱が起きたりとかして、暴力で今の支配者を追い落としたりとかね、返り討ちになったりとかする、その歴史の繰り返しなんですよ。で、新しい王朝に馴染めなかったものは処刑されたりとかね、で拷問されたりとかね、奴隷化されたりとかするわけなんですよ。で、結局誰が腕力暴力で強いかによって、こうヒエラルキーができてたわけなんですよね。こう順序っていうのができてたわけなんですよ。でもですね、今はですね、経済格差なんですよね。経済格差を超えて知能の格差かなと思います。賢い人がよりヒエラルキーの上位に行って、頭を使ってこなかった人が、お金も手に入れられず、健康も手に入れられず、人とのつながりもあまり持てずに、持てても粗悪な人とのつながりだったりとかしてね、この辺はちょっと言葉を選ばないといけないんですけど、よく人脈って言いますけども、力のない人が集まってもなかなかね、人脈にはなりえないんですよね。でもお互いに自分の持てる能力を差し出し合おうと、それで協力しようというふうな積極的な人たちが集まると、これはね、組織になるわけなんですよ。集団と組織の違いってのは何かっていうと、リーダーがいて目的があるのが組織なんですよね。集団っていうのは結局みんなでワイワイガヤガヤやるんだけども、誰もリーダーシップを取らないと、誰も先頭に行かないんですよ。で、何をするか分かんない、とりあえず嫌なことは嫌だよね、で終わっちゃうんですよね。で、私思うのはね、僕今ね、投資をやってる関係もあるんですけども、毎日ね、数十万とか数百万とかっていう金額が上下してるんですよ。でもビジネスをしてる時って、今日の損失は数千円とか数万だったなとか、今日の利益は数千円だったら数万だったかなっていう、このちっちゃいさざ波のようなブレ幅だったんですよね、商売やってる時は。でもその商売ビジネスを離れて投資の世界に行くと、日々毎時間のように、毎日のように数万円損した、数万円得した、こうどんどんギッタンバッコンするわけですよ。で、ここのところですね、数百万っていうのが上下したりとか、ちょっと前だったら6億円が集まったみたいなこと言いましたけども、まさにね、こうすごい波なんですよね、荒波。結局どの土俵で戦っているかによって、もう金額っていうのは、お金の力っていうのは変わっていくんですよ。で、お金を制御するのは知恵でしかないんですよね。お金を生み出すのも知恵かもしれないけども、でも根性とか体力で旧世代型のお金の生み出し方もあるわけですよ、力技でね。それを私がやってのけたのがサイトの量産だったわけですけども、これはもうね、何も考えずに体力さえあればできるんで、この YouTube もそうですけども、そうすることによってちょっと古臭いんだけども、体力によって乗り切って、お金を掴んだらお金の力を借りて競争に参加して、で最後は時間とお金が上がるところで、いろんな本を読んだりとかね、勉強を繰り返して、この知恵で勝っていくというね、レベルに行くのかなと思うんですよ。というところでね、今日の動画をちょっと振り返ると、競争に勝つためには、まずは旧世代型の勝ち方、体力、腕力、暴力、こういう時代がありました。これはもう過去に過ぎ去りました。今は体力、腕力そんなに必要ではないです。で、次の段階はお金があるかないかってことになってきます。お金があるかないかの差によって、最初からレースに勝ってるのか、有名私立、高校とか大学進むのかっていうところがね、ありますよね。で、最終的には